P6M C マスター P6M-2P6M はアメリカ合衆国のマーチン社が開発したターボジェットエンジン搭載飛行艇。愛称は C マスター。量産型の製造まで至ったが実運用はなされなかった。陸上から離陸する陸上機に対し水上を滑走して離陸する水上機は離陸重量の制限などが比較的緩やかで、黎明期の大型機の場合には 飛行艇の方が陸上機を上回る性能を示すものもあった。第二次世界大戦中には陸上機の性能が急速に向上し飛行艇を大きくしのいでいたが1950年代初頭の時期においてアメリカ海軍には大型の核爆弾を輸送できる核兵器運搬手段が不足していた。大型航空母艦のユナイテッドステーツの建造が1949年に 中止されたこともあり、大型飛行艇は各兵器運搬手段になり得るものと考えられた。1952年にアメリカ海軍は大型飛行艇の開発要求を各航空メーカーに提示した。この開発要求による飛行艇はターボジェットエンジンを装備し、核爆弾をも搭載できる多目的飛行艇であった。機体性能には、 航続距離2 4 0 0トル1 3 6トンの爆弾搭載量を最大速度持続1 1 0 0トルが要求された。任務としては核攻撃のほか、機雷敷設偵察も行えるものとしていた。この要求にコンベア社とマーチン社が応じ、マーチン社のモデル275案が1952年10月に選定され、 XP6M-1 の名称で開発が開始された。試作機 XP6M-1 は1955年に完成し、同年7月14日に初飛行した。2機が製造されている。初期の試験飛行において、アフターバーナー使用時の振動が問題となり、エンジン排気口は5度外側へ向けられることとなった。1955年12月17日には、 試作初号機が1956年11月9日は試作2号機が尾翼の動作不良により墜落し機体が失われている。増加試作型の YP6M-1 を用いた飛行試験は1958年1月から開始された。YP6M-1 は5機が製造され武装を含めた各種試験が行われた。各種試験は成功したものの YP6M-1 は重量型で飛行性能に問題があり、ポーポイズ現象を起こしやすいという問題があった。量産型 P6M-2 は1959年に完成した。エンジンは試作機の J71 から J75 に換装され、キャノピーも改善された。エンジンは外側に向けるように付けられ、インテークの位置も交代した。ノズル位置も変更されている。 バディシステムによる空中給油が可能となる。よう、爆弾層にはドローグが装備された。低空飛行性能を重視し、海面高度における最高速度は M0.9 を記録した。ただし、P6M-2 はエンジンナセルの大型化もあり、高速飛行中に振動を起こしやすく、その制御には高度な技量を必要とした。また、翼端フロートが水没しやすく、 水没した場合、全身抵抗が急増し、エンジン出力が急変、エンジン温度の急騰を招いた。このように、運用に困難が予測されたことと、A-3 などの大型艦上攻撃機の実用化及び、P6M-2 は24機が発注されていた、ものの P6M-2、量産型の生産は3機で終了し、運用は行われないまま機体はすべて廃棄された。 なお、P6M の開発費用は、総額約4億ドルであった。また、1956年に、P6M 用飛行艇母艦として、アルベマールが改装されたが、これも、実運用には至らなかった。このほか、飛行艇母艦、カリタックや、護衛空母、コメンスメント米、潜水艦がビナモ P6M の整備、補給支援用に改装される計画があったが、これらも中止されている。 現代の飛行艇は速度性能を要求されなくなり、中低速域での効率が良いターボプロップエンジン機が主流となっている。真下から捉えた P6M-1 艇体が非常に細身なことが印象的にわかる一枚胴体は飛行艇としては細身の艇体となっており、胴体末尾には自衛用のリモコン式銃座を装備 20mm 機関砲2門を設置されていた。 高翼配置の主翼は40度の高体格を持っており、下半角が付けられた主翼タウンが燃料タンク兼フロートとなるため、フロート用支柱はない。尾翼も高体格が付いた T 字尾翼となっている。搭載された P&WJ75 は海水の吸入を防ぐため主翼付け根上部に左右に傷つ軽四機が設置されている。当初、エンジンには ターボラムジェットエンジン搭載案もあったが、結局通常のターボジェットエンジンとなった。胴体仮面には爆弾層があり、水蒸気であることから爆弾層扉は水密式となっていた。爆弾層には爆弾のほか、機雷、偵察機材を搭載できた。TGB 翼や回転式爆弾層には XB-51 の影響が見られる。ありがとうございます。